以上が大丈夫という方は、ゆっくりしていってね。まず最初にだが、ゴシップチャンネル名よろしく、ガチガチにソースを固めずに喋る内容が多い。一応簡単に添えられそうなソースは書くが、そのソース自体正しいとは限らない。だからこの動画を真に受けずより正確な情報は自分で調べてみてほしい。ねえ、なんかいろいろ変わりすぎじゃない？それについては後でな。まず、前回のご視聴、広告、ありがとうございました。加えて、両津部の方で急遽行った、プレミア公開、へのお越し、誠にありがとうございました。プレミア公開、ああ、なんか両津部でちらほら見かけてな。中の人が投稿寸前になって急遽設定したんだぜ。だからプレミア公開について少し説明をするぜ。プレミアって名前だけあって有料なの？いや、有料なのは両津部プレミアムであって、プレミア公開は無料で利用できるぜ。もちろん見る人もだぜ。紛らわしい名前ね。ほんとそう思うぜ。で、プレミア公開って何なの？簡単に言えば、記事生放送、だな。なるほど、全然わからん。まあ、これってちょっと説明しづらいんだよな。見る人たちからしたらいつもの生放送見る感じなんだが、実際見る放送の中身は、生、じゃないんだぜ。どういうこと？そうだな。例えば普段見る動画が、録画しておいた番組を好きな時に見る、だとしたら、プレミア公開は放送をリアルタイムでみんなで見るって感じかな。家族と今でテレビドラマ見るみたいな、そんな感じなのかな。まあ、エセ生放送ってだけあってリアルタイム米投げれるぜ。ちなみにスパム対策としてコメント後5秒経たないと次のコメントが打てない設定にしてあるぜ。間隔設定しないと超速スパム米が来たりするかもしれないからね。まあ、もしそんなのがあったら個別に非表示、ミュート設定できるから、みんなそれぞれ快適な環境を作ってくれな。そういう機能も含めて、なんだかニコニコ動画みたいなノリね。ああ、それが気に入ってプレミア公開使ってみたんだぜ。プレミア公開見逃したらどうなるの？公開予定時間になったら映像が流れ出すから、視聴に遅れたらその分動画は進んでいるぜ。完全に見逃したら、その時は普通の動画と同じように見れるから、プレミア公開見逃しても動画視聴自体に影響はないぜ。ただ、当然終わってるからリアルタイムコメントはできないがな。とまあ、これがプレミア公開だぜ。じゃあ、今後ろで流れてるやかましい映像は、前回の動画で静止が上等運営かかってこいやおららーん、って言ったら、多数の方から、ちゃんと対策取れやボケ、って叱られたんだぜ。だからこのゲーム映像を背景に、ああ、静止画をこまめに変えてもアウトだった例もあるらしい。だからゲーム映像にしたんだぜ。コメントではテトリスとかパズルゲーム系勧められてたわね。そうだな。でも、ゲームによっては動画で使ってはいけないものがあるんだ。そうなの？ああ、だから公式が OK 出してるこのゲームにしたんだ。中の人はこのゲーム好きだし、時間泥棒ゲームだから録画も手軽でな。じゃあ、私たちの姿は、これについても利用規約に引っかかる、的な指摘をいくつかいただいてな。前のはアウトだったの？いや、ちょっとなんとも言えない内容だったんだ。少しややこしいが、私たちを使う上で二つ利用規約が存在してる。一つは東方プロジェクト原作の上海アリス原爆団様のガイドラインだぜ。そっちのガイドラインに引っかかったの？いや、もともと同人界隈での二次創作活動は認めてる。もちろん、同人作品、として販売、委託も許可してるから、一切金絡みに使うな、ってことは書いてないんだぜ。ただ、どう超えた、あまりに非常識なことは本家の判断でアウトになるがな。どう超えた、例えば同人作品を企業に売り込み、家庭用ゲームソフトとして販売するとかだな。ただし本家、上海アリス原爆団、様へしっかり許可をいただければその限りではないと。非常識とかって、文字通り常識を大きく逸脱した行為だ。本家様のガイドラインは大体わかったわ。で、動画はどういう規約なの？それが動画については記述がなくてな。ただ、文面を見る限り二次創作活動の範疇かな、と。本家を問い合わせとかは？個別の回答はしてないそうだ。だから、本家様の方で何か指摘、新たなガイドラインが出たらそれに速やかに従うぜ。それじゃ二つ目は、ゆっくり素材の方がちょっと何とも言えなかったんだ。明確に禁止してるようなそうでないようなって感じで。グレー、ああ、本家様は両津部やニコニコの動画については触れてないから何とも。って感じだったんだ。まあ、他の人もたくさん使ってるから大丈夫なんだろうけど、あまりもやもやしたものを持ったまま動画作るものあれだし、企業に所属してない個人活動での様子で、ニコ動は商用利用に当たらない、と、明言されている、私式、様を利用させてもらうことにしたぜ。私たちが喋るにはあまりにも綺麗なゆっくりよね。私式様の配布サイトの URL は動画説明欄に貼っておくぜ。こういう話をすると、商用云々とか結局見返り目的かい、とか言われそうね。どちらかというと、格好つけず、もらえるものはありがたくもらっておく、だぜ。昔、格好つけてもらえるもの突っぱねてものすごい後悔したからな。何をもらわなかったの？必要手当。やめやめ、闇学会からやめ。随分前置き長くなったけど、これで連絡は終わり。いや、あともう一つ、まだあるんかい？
この度、サブチャンネル、を開設することになりました。おい、この前までグレーだとかなんだとか言ってたじゃない。この動画を作ってる時に起こったことなんだが、日本の有名 YouTuber がバンされたそうだ。ああ、あの人ね。その人は今、サブチャンネル、で活動を再開してるそうだ。つまり、あれだけ有名な人でもサブチャンネル使ってるんだ。だから私が使っても大丈夫だろう。という結論に至ったぜ。まあ、いろいろ不安定だから保険かけておいてもいいんじゃない？というわけで、サブチャンネルの方もよろしくお願いします。活動方針はこれから決めるぜ。この URL も説明欄に貼っておくね。さて、本題に入るのに随分時間がかかってしまった。いろいろあったからね。で、今回の動画ではどんな話をするの？前回がちょっと大ネタだったからな。今回は箸休め的な回にしようと思う。ワールドボーイズボットはまだ先になるのね。ああ、リニューアルとかでいろいろ時間取られてな。だから軽い小話にするぜ。で、その軽い小話って、そうだな、最近、カン、カラクニ、くんの暴走が目に余るだろ。確かに暴走状態ね、ニホ。ヒモト、くんもさすがに今回は黙ってなかった。でも、なんだか泥沼の様相ね。そうだな。そもそもこれってどういう問題か知ってるか。あれでしょ、カラクニくんがヒモトくんにやってはいけない危ないことしたんでしょ。ざっくり言うとそうだな。先に言っておくと、今回の話はこの問題じゃないぜ。じゃあ今日は何の話をするの？今日の話はな、奇弁と呼吸だぜ。また小難しい話の予感。今回のヒモトくんとカラクニくんのゴダゴダを見てこのネタで行こうと思ったんだ。呼吸って聞き慣れない言葉ね。関係ないが、ちょっと帽子と背景が被ってるから取るな。よし。なんで帽子の下ハゲてないのよ。誰がハゲだ。で、その奇弁と誤流って何なの？簡単に言うとな、奇弁とは、道理に合わないことを強引に正当化しようとする弁論。こじつけ、一見正しそうに見えるが実は成り立たない議論。言いくるめの議論。ごまかしの議論。だぜ。なんか相手を騙したりする論法っぽい。まあそんな感じでいいと思うぜ。次に誤流、考え、知識などの誤り。そしてそれに基づく主張。難しいからこんな感じで説明しておくぜ。とりあえず区別として、奇弁が意図的に使う、誤流が無意識に使う、かな。この辺の区別も難しいから、勝手にこう解釈したぜ。で、それが何なの？知ってていいことあるの？どちらかというと、知っておいた方がいい、だ。何故？ごまかされない、言いくるめられないため、だぜ。この手法は話の本質や元の問題から論点をずらす手段としてよく用いられる。例えば今回のヒモトくんとカラクニくんの話ってなんだ。さっき話した通り、ヒモトくんがカラクニくんに危ないことされた。よね。そうだな。で、カラクニくんはなんて言った？お前が悪いんだから謝れ。でしょ？そうだ。で、これについてお前はどう思う？お前は何を言ってるんだ？状態だけど。ああ、こんなことをしてどういうつもりだ。って言うといに、悪いのはお前だ。謝れ。会話になってねえよ。そうね。それで、これが今回の話とどう繋がるの？さっきの、奇弁、と、誤流、の意味を思い出せ。確か、道理に合わない、言いくるめの議論、ごまかしの議論。そうだ、とてつもなくわかりやすい例だろ。ああ。まあ、この手合いへの対処方法は後回しにして、よく使われる奇弁、誤流を紹介するぜ。今回の事件もそうだが、特に多く使われる奇弁をまず挙げるぜ。まず最初は、ストローマン論法。ストローマン、ああ。この論法の目的は主に会話を成立させない手段として使われるぜ。論法なのに会話が成立しないとはこれいかに。そうだな。まあ、とりあえず例によってウィキから引っ張るぜ。ストローマンは、議論において対抗する者の意見を正しく引用しなかったり、歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。わら人形論法とも言う。つまりどういうこと？要するにだな、相手の意見の一部を誤解してみせたり、正しく引用することなく歪める、または一部のみを取り上げて誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。わざと相手の発言の真意を無視するのね。ああ、そうやって話を噛み合わなくするんだぜ。この場合、第三者から見れば一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。これは論法としては論点のすり替えにあたる誤流であり、意図的に行っていればそれは奇弁である。ヒモトくんの、なんでこんなことをしたんだ。って質問に、危険なことをしたのはお前だ。謝れ。っていう話のすり替え。そうだ、付け足すと、質問に答えない上、ヒモトから危険なことをされた。って周りに言いふらしてんだ。会話不能。ああ、状況証拠で見れば、カラクニくんは圧倒的に不利だ。カラクニくんの出した映像のサムネはザクコラだったとも認めてる。だから、会話を成立させない、に、逃げる。そうだ。ちなみに、このストローマン論法は身近なところでも使われる。どんなところ？賛成、反対、賛否両論など意見がぶつかる場だ。でも、さっきの話では不利な方が使う方法って、
そうだな、真っ向勝負で勝ち目がないから会話不能状態に持ち込むんだぜ。とりあえず、この論法の立ちの悪さをイキさんの例で紹介するぜ。私は子供が道路で遊ぶのは危険だと思う。いい？そうは思わない。なぜなら子供が屋外で遊ぶのは良いことだからだ。A 氏は子供を一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。なんか私すごい嫌な奴に見えない。もともとだから安心しろ。わい。今の会話の解説だ。道路、としか言及していないことに対し暗黙的に、道路イコール屋外、であると誘導し、さらに、危険だと思うなら家に閉じ込めておけ、という現在の要素を過剰に拡大して解釈している。A は、家に閉じ込める、なんて一言も言ってないもんね。そうだ。この論法の立ちの悪さがわかるだろ。勝手な決めつけ、ああ。では、次の例だ。X 私は雨の日が嫌いだ。Y もし雨が降らなかったら干ばつで農作物は枯れ、ダムは枯渇し我々は見流しすることになるが、それでも X 氏は雨などなくなった方が良いというのであろうか。なんかこのやつ辛いんだけど、頑張れ。今の話の解説は、X の一詩人としての感情を必要性の問題として解釈し、さらに嫌いならなくなった方が良い、という現在の要素を過剰に拡大して解釈している。ただ、その時の気分を口にしただけなのに、全部消えてなくなれ、みたいに勝手な解釈してるのね。そうだ。言うなれば、人の発言をわざと曲解して因縁をつけてるんだぜ。これを意識してやってるのが詭弁で、無意識にやってるのが誤謬だ。どっちにしたってそんなことばっかり人間には関わりたくないわ。関わりたくなくても突っかかってくるのがこの手合いの立ちの悪さだぜ。例えば、中の人が実際経験した話だ。中の人が車の運転中、交差点を直進していった。それって青信号だったの？当たり前だ。その交差点へ進入したところ、対向車線の右折専用レーンにいた車が突如右折を始めたんだ。行けると思ったのかしら？いや、すでに交差点に進入してる段階で曲がってきたんだ。何よ、ぶつけに来たの？まあ、危険を察知してハンドルを切って回避したぜ。まったく危ないわね。ああ、だから中の人は、一体どんな奴が運転してんだよ、ってつぶやいたんだ。そしたら同乗してた人に、お前だって年取ったら判断力鈍るんだよ。仕方ないことなんだよ。そういうこと考えて運転しろ。って言われたぜ。何それ？ああ、別に中の人は、年寄り、なんて一言も言ってないぜ。ただ、一体どんな奴が運転してんだよ、って言っただけだ。それが、年寄りへの文句、に歪められたのね。そうだ。人の言葉を勝手に歪めて噛みついてくる、あるいは疲れたことに対して答えようとしない、これがストローマンの立ちの悪いところだ。とまあ、簡単にストローマン論法を説明したところで、次の奇弁へと行こうか。次はどんなの？次の論法は、レッテルバリー。よく聞くワードね。まあ、これは最も身近にあるかもしれないな。身近？そうだな。例えば、アリスは、ぼっち？ウズキやネキは、かわいそう。ホモは、せっかち。忍者は、汚い。牛乳は、安田を経て大地に帰る。まあ、こんな感じだ。なんか全体的に汚い気がするんだけど。とりあえずレッテルバリの説明をするぜ。主観に基づいて一方的に評価、格付けしたり、分類したりする、だぜ。これはストローマンと同様。っていうか併用されるだな。議論などで不利になった、あるいは先手を打って相手にレッテルを貼り、相手を貶めて相対的に優位になろうとする手法。他には、誹謗中傷、挑発目的でも使われるな。今回のカラクニ君が話すっ飛ばして、悪いのは火元だ。って言いふらしたことかな。確かに、先に言いふらした者勝ちみたいな面もあるな。まあ、説明した通り、この方法は結構有効な上たちが悪い。有効なの？ああ、何も知らない、または興味のない人に対しては効果抜群だ。知らないゆえに根拠のないレッテルバリでも信じてしまう。ああ、興味ないから本当にそのレッテルが正しいか知ろうとしない。まあ、よく聞くレッテルは、自分たちと意見が違う奴は全員ネトウよ。またはその逆パターンだな。なんか見たことある気がするわ。他には凶悪犯罪があると、とりあえず、来日、って書くのが出てくる。これも見たことあるわ。まあ本当に証明する根拠があるならまだしも。コメント欄では、一ゲと、波の速度で書き込まれたりするな。なんでそんなこと書くの？根拠があるのか単なるレッテル貼りなのかはわからないが、個人的にはこの原因を作ったのはマスコミだと思ってる。どうしてマスコミが出てくるの？まあ、ちょっと危ない領域の話になるが、有名報道が理由だ。うん？これは安易にしたらやばいことになるネタだからな。この話に踏み込むのはもう少し先だ。他のレッテル貼りは、自分たちに都合の悪い証言が出たら、あいつは金で買収されたんだ、とか、どっかのなんちゃら関門で聞いたわね。他にはコメントでいくつかあった、騒音おばさん、だな。あの布団叩きまくってたおばさん、その布団叩く姿と大音量で音楽流してるという姿を大々的に取り上げて、異常な人、というレッテルを貼った、という話だぜ。え、本当は違った。映像ではあの人だけが騒いでたように報道されたが、実際は被害を受けた。側、またその近隣住民にもちょっとしたゴシップが出てな。どんな噂だったの？
それはな、騒音、おばさんの近隣はみんなピーだったって噂だ。あ、察し。あっち、はメディアのスポンサーとかにもなってるからな。その辺の事情で情報が歪められたって噂だ。まあ、そんな話もあったってぐらいに聞き流してくれな。とりあえず、レッテルバリも立ちが悪いって分かったわ。ああ、立ちが悪い上に効果的だ。対策ってあるの？根拠を添えて事実を訴えるぐらいかな。あるいは気分以外実害なかったら無視か。まあ、レッテルバリについてはこの辺にするか。では次。人身攻撃。かっこ、物理、筋力で解決やねえや。ウィキより引用。人身攻撃は、ある論証や事実の主張に対して、その主張自体に具体的に反論するのではなく、主張した人の個性や信念を攻撃すること、またそのような論法、論点をすり替える作用をもたらす。この際一緒に説明するが、対人論証と呼ばれるものは、提案者の信用を失わせる目的で個人攻撃を行う場合を指す。要するに悪口。まあ実質そうかもな。例によってこの論法はストローマン、レッテルバリと併用されるぜ。ついでに言うと、これも不利な側が使うことが多い。あんたがよく言ってた、発言者の素行を調べるっていうのも対人論証。言いふらせばそうなるかもな。ただ、素行に関しては問題あった側が真摯に説明すればある程度納得できるはずだ。まあ、この人身攻撃は先の二つと比べて有効性は低い。そうなの？ああ、世にある人身攻撃は幼稚なものが多いからな。子供みたいな悪口言ってる、で終わってしまう。これって何か例はあるの？そうだな。思想が非常に極端な勢力の察しや所属者の発言が該当するかもな。ただ、これは普通に生活してればそうお目にかかることはない。あんたは見たことあるの？対立する勢力を悪魔、とか、独裁者、とか、チピー、とか言ってるのを見たことあるぜ。どういう思想か知らないけどヤバそうなのは分かったわ。ああ、あまりにも極端な勢力には関わらない方がいいぜ。下手に関わって同調しなかったり抜け出したりすると裏切り者、ってなるからな。次。精神的優位。自分の優位性を見せつけ議論に勝とうとする、だぜ。お前が無知だから理解できないんだよ、とか、こんなもん説明するまでもないだろ。ってやつかな。まあそんな感じだぜ。とにかく傲慢な態度を取る。あるいは大物ぶって相手を諭すようなことを言う。しかし、偉そうに言ってるが実際何の中身もない。ただ、張ったり、かまして逃げてるだけなんだぜ。予定を張ってるだけ？これは議論の進行を相手に全部押し付けられるという面もある。どういうこと？偉そうな態度取ってるだけで具体的なことは一切言わないから。結局具体的なことは相手が言う羽目になる。説明を要求したら、私が実際見たものでは、そんなもの自分で考えろ、いちいち人に頼るな、お前に言っても理解できねえよ、ってパターンが多かったな。結局答えず逃げる。そうだ、そしていかにも優位に立ってるよう振る舞う。なんか、亡国が自分から挑発しておいて、紐解くんはもっと冷静になるべきだ、みたいな上から目線発言を思い出したわ。まあ、それもわかりやすい例じゃないかな。次。論点のすり替え。まんま、辛国くん、やんけ。そうだな、これは本当にポピュラーだからな。これについては、それ自体は妥当な論証だが、本来の問題への答えにはなっていない論証を指す。そのまんまね、これはお前だって論法、とも言われてるな。またはあいつだって論法、かな。何よそれ。例えば、車の運転中スピード違反で捕まったとする。車で捕まるってことはやっぱり、おいこらおりを免許持ってんのかこらおやくじ。この時の上トークが、他の車だってスピード違反してるじゃねえか。あいつも捕まえてこいよ。ってやつだな。確かにありそうね。このあいつだって論法はお手本のような奇弁だぜ。あいつだってやってるはすごいもっともらしく聞こえるが、結局自分だってやってるんだから論点のすり替えでしかない。じゃあそのすり替えやろうとしてる人にはなんて言えばいいの？今はお前のこと言ってんだよで一周すればいいんじゃないかな。すり替えを許さないようにする。そうだ。まあこの論点のすり替えは本当に多いはぐらかし手段だ。そんなに多いの？厳密には他の奇弁との複合として使われることが多い。代表的なものは例によって、ストローマン論法だ。まあ、この奇弁にうまいこと丸め込まれないよう注意な。今まさに、カラクニ君が危ないことをした。から、ヒモト君が危ないことをした。にすり替えられようとしてるしな。スピード違反はどうすればいいの？違反すんな。あ、はい。次。同情論証。名前の通り感情に訴える論法だぜ。金髪の子かわい、それ以上余計なこと言うと前歯28本へし折るぞ。さあせん。これは論者が聴衆の哀れみや罪悪感などの感情へ直接訴えかける弁論をすることにより、話題の論点をねじ曲げ、かつ聴衆の同情による支持を受けようとする推論である。これは弱者、主に子供を引き合いに出して使われることが多いな。子供、ああ、日本に向けてミサイルぶっ放してる国の学校への補助を打ち切るとか言うと、日本人側の一部から子供は関係ない、と、大人の揉め事に子供が巻き込まれてかわいそう。
って子供を盾にした感情論を使ってくるぜ。でも、実際子供は関係ないでしょ。なら、普通の学校、で通えばいい話だ、ということ?日本の公立学校は日本人でも外国人でも誰でも通えるぜ。だから子供がかわいそうって主張はもっともらしいが話のすり替えでしかない。そもそも日本に向かってあれこれ物騒なことしてくる国に、なんで税金まで使って面倒見てやらないといけないんだ。でも、子供なら勝手に通えばよいだけだ。その、学校、へ通うこと自体法律で禁止してるわけではない。ただ、その、費用、までこっちが持つ義理はない。というだけだ。むしろ、そんな特別待遇みたいなことをしたら、日本人への逆差別だろ。日本人だって大変な人はいるものね。まあ、つまるところ、この論法は、かわいそう、という感情を逆手に取ったやり方だ。日本は、方眼美意なんて言葉ができるぐらい、弱者、によってしまう民族性だ。だから、感情、に訴えられたら丸め込まれてしまう人が多い。かわいそうって思うのは危ないの。いや、感情は感情として、その背後にあるものや状況をよく分析することだ。そういえば、貧困 JK、なんて前に動画で扱ったわね。ああ、イノシシの話とかもな。次。悪魔の証明。う、だねえんだよデブ。誰がデブや。とりあえずレミリアファンに謝っておけ。で、悪魔の証明だっけ、私たちの世界では簡単にできそうね。そうだな。まあともかく、悪魔の証明を説明するぜ。いろいろ難しい例をすっ飛ばしてウィキより引用だ。ないことの証明、を、悪魔の証明、とする使われ方もある。え、それだけ、ああ、だが、これが結構恐ろしかったりする。なんで恐ろしいのよ。証明できない、ことを証明しろ、と、要求されるからだ。そうだな、この動画を見てくれている人は大体日本人だと思う。アナリティクスとか見る限りそうよね。というわけで、見てくれてる方が日本人という前提で話をするぜ。では、悪魔の証明を使ってみようか。まずは普通の質問だ。あなたが日本人であることを証明してください。え、さあどうする。どうするって、日本で生きてきたら日本人じゃないの。外国籍の人だって普通に生活してるぜ。日本生まれなら、日本に住んでいても外国籍の両親から生まれたら外国籍だ。じゃあ、お役所の書類。そうだ、しかるべきところで作った、またはもらった身分証明書で日本人であることを証明すればいい。意外と単純な話だったのね。では、次が悪魔の証明だ。あなたが未入国籍でないことを証明してください。え、未入国籍、ほらほら、悪しろよ。さっきの役所の書類は、それはあくまで日本人であることの証明だ。他に国籍を持ってないことの証明にはならない。じゃあどうすればいいのよ。自分で考えて証明してみせろ。え、国籍持ってない証明なんてどうするの。外国の役所でその国の国籍はありませんって証明書発行してもらうとか、そんな意味不明な行政サービス普通はないだろ。でも、それぐらいしか思いつかないわよ。仮にそのやり方ができたとしても、国交すらない国からどうやって証明してもらうんだ。しかも、自国民でない、という意味不明な証明だ。これはもうわかんねえな。お前どう、こんなんじゃ証明になんねえんだよ。で、証明は、ギブアップ、そうだよな。物理的にもほぼ不可能だよな。当たり前でしょ。これが悪魔の証明、というやつだ。ただ相手を困らせたいだけじゃない?そうだ、この秘宝は悪意に満ちている、である、ことは証明可能だが、でない、ことはほぼ証明できない、それが分かった上でこの方法を用いるんだ。そんな陰湿なのいるの?国会で思いっきりやってたじゃないか。え、国会、ああそうだ。だって、さっき証明不可能な要求って、それをマジでやってたんだよ。まあ、この話についてはいずれやろうと思ってる。だから今回は、ほぼ証明不可能、な要求が悪魔の証明。って覚えてくれればいいぜ。証明不可能な証明を要求するってことね。ああ、そもそもこの主張は筋違いだしな。どういうこと?相手に〇〇であることを証明しろ、ならともかく、〇〇でないことを証明しろ、って言うんだからな。これを推理ドラマで例えると、探偵が犯人はあなただ、って発言して、疑われた人がどんな証拠があって犯人なんだよ、って反論する。そしたら探偵が犯人でないならあなたがそれを証明しなさい、っていうようなもんだぜ。そんなん見たら視聴者全員ずっこけるわ。だろ?だから根本的におかしい主張なんだ。まあ、この悪魔の証明を使ってる奴がいたらそいつは要注意ってことだ。さて、大ネタも終わったし、あとは簡単に説明して締めようか。権威論証。簡単に言えば、専門家、有名人が言ってるんだから正しいに決まってる。みたいに権威を持ち出して正当性を主張するやり方だ。某大学教授とか、ああ、よくコメンテーターとか解説員で出てくる人もこれかもな。ただ、この出社自体がトンチンカンなこと言ってたりすることもあるから注意だぜ。そんなことあるの?ああ、某東海大学教授なんて言ってることめちゃくちゃだったぜ。どんなこと言ってたの?まあ例によって、唐国くん、絡みだ。雑に言うと、唐国くんは正しいから裁判なんて出なくていい。
って発言したんだぜ。なんそのめちゃくちゃな理屈。ああもうめちゃくちゃだよ。つまるところ、権威を盾に正当性主張するが、その権威自体おかしかったりすることもある。また派遣医として担ぎ上げられたりとかな。なんか環境問題云々発言して騒がれたタレント思い出したわ。あれが権威として担がれた典型だな。まあ、その権威が使えないと分かった途端投げ捨てられるかもしれないが。次はざっと奇弁の例を挙げるぜ。資料を示さず持論が支持されていると思わせる。陰謀であると力説する。自分の見解を述べずに人格批判をする。勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。自分で話をずらしておいて、話をずらすな、と相手を非難する。決着した話を敬意を無視して蒸し返す。と、こんな感じだぜ。とまあ、ごく一部であるが、奇弁、誤謬、の典型例を出してみたぜ。最初に言ってたことだけど、結局のところ、この手合いはどうすればいいの？相手にするな。え、この手の人間と察したらすぐに離れろ。そんな方法でいいの？ああ、相手は和気あいあい、良好な関係を築く気なんてさらさらないんだ。あるのは敵か悪意だ。話し合う素振りを見せたりするが、実際は主張を押し付けて相手の首を盾に振らせようとするだけだ。でも、みんながみんなそんなんじゃ、その自覚がなかったとしたらそれは、誤謬、だ。あ、いくら相手にしたって結局は振り回されて疲弊するのは目に見えてる。ちなみに奇弁とは少し違うが、ダブルスタンダード、ダブルバインドを使う人間も要注意だ。ダブルスタンダードって二重基準？そうだ。自分はいいけどお前はダメ。自分に甘く人に厳しく、がわかりやすい例えだな。ダブルバインドは、わかりやすく言うと、会社の上司、または先輩が、言われなくても自分から動け。って言ったので自己判断で動いたら、勝手なことするんじゃねえ。って言われる。わからなかったら聞け、と言いながら。聞いたら、んなもんいちいち聞くんじゃねえ。って切れられる。聞いてるだけで胃が痛くなってきたわ。子育て中の母親もこれに苦しめられると聞くな。子供の面倒見てるだけなんて良いご身分だこと。って嫌に言われたり。いざ働き始めると、子供放っておくなんて子供がかわいそう、とかいうやつだ。じゃあどうすればいいのよ。それだよ。それよ。わざとなのかそうでないのか、どっちに転んだって相手を攻撃するのがダブルバインドだ。じゃあこういうのであってしまったら、さっきの奇弁同様、さっさと距離を置く。なんか納得いかないけどそれしかなさそうね。ああ、真面目に取り合って相手を論破したりしても、残るのは不愉快な感情と記憶、そしてストレスだぜ。何一ついいことがない。ああ、だからこの手合いは相手にしない、しかないんだぜ。ただ、これが国家間とかになるとそうもいかないがな。どうして、黙ってるのは黙認、と捉えられて勝利宣言、プロパガンダされるからだ。といったところで今回の奇弁、誤謬の話は終わろうと思う。お疲れ様。とりあえずあんまり関わらない方がいいってことは分かったわ。そうだな。雑にまとめると、先に挙げた奇弁、誤謬を平然と使う人間にはあまり関わらない方がいい。言ってることはもっともらしいが、やってることは本質、本筋からずらして逃げてるだけだぜ。この手法の多くは、会話を成立させない、聞かれたことに答えない、話をすり替える。だぜ。重ねて言うが、これらの論法は一見それっぽく聞こえてしまうため丸め込まれないように気をつける。カラクニ君の逆ギレ。ああ、正論勝負じゃ勝ち目がないからこうやってごまかし、逃げて勝利、有利アピールをするんだ。さて、喋ることも大体喋ったし、いつもの返信コーナーへ移ろうか。前回同様、返信コメは直近の動画が中心だからその辺よろしくね。アジア的優しさ、このコメ主、カタカナ、漢字、ひらがなと3種の文字使ってる知識人だから処刑な。ネタっぽいけどマジでこんなんだったのよね。ああ、メガネかけてても知識人っぽいから粛清対象だ。ワイワイ問題を知ってあまり信用しなくなった。今では産経と見比べてみてます。新聞ってこういう読み方がいいのかな？情報や評論の比較ってほんといいことだと思うぜ。デマチャンネルが偉そうなこと言うな。問題は新聞複数取るとその分お金がかかってしまうことだが。うちの高校朝日、たまに読み売りのコラムを要約させて感想を書く課題毎週出されるんだよな。嫌だな。このコラム写させたり感想書かされたりする話って本当だったんだな。中の人はそういうの一度も経験したことなかったからね。いつも散歩しながらイヤホンで聞いてます。ゆっくり解説知ってから散歩が楽しくなりました。他には、Twitter の方でも寝る前にゆっくり聞いてる、ってリプをいただいたわね。正直このコメントが一番嬉しかったな。実は、画面を見なくても内容がわかる動画を意識していてな。なんでそんな動画目指してるのよ。画面じっと見ないと内容がわからない動画だと他のことができないだろ。だから、基本音声と字幕程度の内容にして、散歩中、運転中、作業中でも問題なく流せる動画にしてるんだぜ。動画なのに画面見なくても大丈夫という矛盾。これで軽率減税の適用を求めてるなんておかしすぎる。税制的に優遇してもらう軽減税率のことかな。あんなこと書いておいて優遇してくれと。そうだ。ちなみに新聞に対する軽減税率に枝野幸男氏が言及したら、その後の世論調査で枝野氏の政党支持率が半減したという噂だ。何それ怖い。うぷ主が男色家でいらっしゃるのは、今回でよくわか当たり前だよな。はい次。
朝日と毎日は本当に笑えない。TBS ラジオとかもひどいですよ。トランプ大統領こそ本物の独裁者ですねー、とか普通に放送してます。おいあんただよ MA 拓郎。これは前回の動画でも出てきた、ケント、ギルバート、氏が言ってたことだが、日本のメディアに流れるのは CNN 系の情報が多いらしい。だとしたら何なの？ CNN は完全に反トランプデーと言われてる。そしてその CNN の情報がそのまま NHK をはじめ日本のテレビで流れる。どういうことかわかるな。変更報道、ああ、以前の中間選挙で。TBS の N スタでは、トランプ氏の吹き替えが汚いダミ声で、オバマ氏が爽やかなイケボになってたりした。何よその差は。つまり、こういう些細な部分から印象操作はあるってことだ。まあ、本当の独裁者を知りたければ、最初のポルポトにスターリン、毛沢東を調べてみるといいぜ。今使われてる独裁者ってワードがいかに安っぽいレッテルかわかるぜ。本物の独裁者相手に批判したら、先の三者を調べればわかるぜ。いつも楽しみに待ってます。リクエストですが水道民営化と移民について話してほしいです。移民についてはいつかやろうと思ってるから置いといて。この水道民営化については、中の人の仕事でちょっと面白いことがあったんだ。面白いこと？ああ、なんと水道局とその施設を管理してる人たちと話をする機会があってな。この水道民営化の話をしたんだ。で、現職の人たちはなんて言ってたの？水道局の人は当然公務員で、管理してる人は民間会社だったんだ。そしてその両方の方から、すでに民営化状態ですよわらわらって言われたぜ。そうなの？ああ、大半の場所がすでに民間に委託してるから現状民営化状態だってな。さらにインフラの老朽化問題もある上、水道料金いじくると独占禁止法に触れる可能性もあるから、新規で民間はまず来ないでしょうと。でも民営化って？民営化は強制でなく民間に任せるかはその自治体が決めるそうだ。でも現状民営化状態だし儲けるのは難しいって。ああ、だから意味のない話だって笑ってたぜ。面白いです。ぜひコミンテルン燃やってほしい。今回の朝日新聞や反日勢力の裏には大体関わる組織だと思う。コミンテルン、すなわち共産党のことだな。この話題もそのうちやるつもりだぜ。コミンテルンって？雑に言えば国際共産主義運動の指導組織だ。それが共産党とどうつながるの？もともとの共産党は看板こそ党だったが、正体は日本コミンテルン支部だったんだ。まあ、この話はそのうちな。NGT の事件のことが全く理解できないので、それについて取り上げてほしいです。この界隈はマスコミと完全にくっついてるからな。不都合な情報は全部報道しない自由で葬られるだろう。じゃあ知りようがないの？まあ、週刊誌ぐらいしか手が出せないだろうな。私個人が聞いた話では、とあるメンバー方のメンバーたちと住んでるマンションに男たち連れ込んで、やることやっちゃってたとかだな。キャーエッチーって、それが嫌だった他のメンバーが上に相談して、現況のメンバーが色々とお叱りを受けたと。そしたらチクられたことを逆恨みして連れ込んでる男たちをそのチクったメンバーにけしかけた。と聞いたぜ。女の世界は恐ろしい。まあ、オートロックだから勝手に男が出入りできるはずないからな。誰かしらが聞き入れたのは間違いないだろう。って話だ。お叱りではないんですが、自分は公立の学校に行く普通の学生なんですが、毎朝各クラスに朝日新聞が届きます。誰も読まずに掃除に使われてますが、これもお叱りのようなものなのでしょうか？お叱りとは新聞社がするだけ吸って販売店に買わせる問題だったかな。それで販売店が売り切れなかったら残った分赤字になるのよね。実際はもう少し複雑だがな。新聞社は吸った分だけ広告料がもらえるからな。だから買ってもらう当てがなくてもガンガンするんだ。え、それって詐欺にならない？どうなんだろうな。ちなみに販売店側もお叱りの分だけ折り込みチラシで広告料取ってるから 100% 被害者ってわけでもないんだぜ。マジかい。ちなみに学校へ届く新聞は販売店からタダでもらってるか、学校として買ってるか、個人的に持ち込んでいるかで色々変わってくるな。学校や先生が特定の新聞ごひいきにしていいの？お役所内で赤旗取らされてたなんて話もあったぐらいだしな。オフ？たまに産経新聞も捏造するよ。最近で言うと沖縄の話だな。何を書いたの？事故車両から米軍関係者が怪我人を救助したという話があったんだ。だが沖縄の新聞はこれを伝えなかったんだぜ。どうして？そのことを産経新聞が米軍イコール悪というイデオロギーのため米軍の善行を報じなかったって批判したんだ。だがオチはみんな知っての通り、この救助行為を米軍側が否定したんだ。うごわ。じゃあ産経は適当な記事書いたのね。そうだ。だからその後謝罪記事を出している。謝罪すればいいってものじゃ謝罪すらしない新聞があるだろ。あ、こんばんは。こんばんは。全然朝日新聞とか興味なかったけど、このチャンネル見てから朝日のひどさがよくわかる。う、これからも頑張ってください。興味ない人に興味持ってもらうのもこの動画の目的だから、こういうコメントもらえると嬉しいな。ただ信頼度あまりない動画だから気をつけてね。
尾崎骨にまで踏み込むと思わなかった。2期で中国共産党と交流と出る。その先、上野名文書まで行くともっと危ないが、江野名文書まで行くと日米開戦の一節になるからな。そっちは歴史系ゆっくり解説者様の領分かな。まあ、軽く触れるかもしれないぜ。本当にどうでしょう、好きだな、わらわら、私は嬉しい派です。しかでした。ニコ動行こうか。ニコ動広告だらけだし、しょっちゅうクラッシュするし、途中再生できないから長い動画見たくないのよな。厳密には腰つべでダメになったらかな。じゃあ、まだ両立。ああ、完全に。潰されるまで腰つべは続行するぜ。腰つべの米返しはこんなもんかな。じゃあ次はニコニコ動画ね。隣の国ってワードもダメなの、ひどすぎだな。これも噂で実際検証されたわけではないがな。結構そのワードが危ないって聞くんだ。ドブの油くらい七色に輝いてるな。例えが秀逸すぎるぜ。講師なら東京新聞もなかなか。ああ、下手したら朝日を超えるからな。私がよく覚えてるのは、沖縄で逮捕された平和中心のお偉いさんを英雄のように取り扱ってた写真だな。本当に英雄なの？いや、ぶん殴ったりぶっちぎったりして逮捕されたんだ。やってることは英雄でなく過激派だ。毎日新聞もお願いします。これ結構多かったんだが、前に投稿したワイワイ問題が大ネタすぎて、他の話し上げてもちょっと見劣りしてしまうんだよな。時間を置いてからまた取り扱うかもしれないから、ちょっと待っててね。エビデンス、ねえよそんなもん。高橋純子記者が言ったと有名なワードだが、誰かに質問されてこの言葉放ったわけじゃないらしいぜ。そうなの？何かの本に書いてあった一文だとか。まあ、それを差し引いても。ね。こんな朝日新聞でも、沖縄西からは、右翼より扱い。これ私も聞いたことあるが驚いたな。朝日新聞ですら右翼レッテルって沖縄どんだけすごいのよ。しかも吉田所長が亡くなった途端に言ったんだよな。そうなんだよな。死人に口なしじゃないが、本人が亡くなり、反論されない状況になってから書いたんだよな。どんだけ卑劣なのよ。そもそも毒ガスが空にもうもうと立ち上ったらあかんだろ。わら、この度正論なツッコミに吹いたぜ。毒ガスダダ漏れとかどんだけなのよ。政治家てが馴染む。メディア関連も政治家て。これが今に至るまでのニコ動での流れ。この他にも政治家て、押してもらったので、これからは政治家てを中心に投稿しようと思います。あまりに関係ない内容だったらまた考えるね。と、言ったところでニコニコ動画への米返しは終わるぜ。それと、これはツイッターの方でいただいたリプなんだが、朝日の永久戦犯問題をすっかり忘れてたぜ。靖国神社の問題。ああ、これを朝日新聞が永久戦犯が合祀されてる。で騒いでお隣さんがこれに便乗して騒ぎ出したんだ。また国家間問題作ったんかい？簡単に説明すると、A 級っていうのはランクのことじゃないぜ。スコアの格付けじゃないってこと？そうだ、あくまで A 級、B 級、C 級って分類をしてただけなんだぜ。それを朝日が、A 級だから一番ひどいことをした連中。そうだ、そうやって印象操作して騒いだんだ。そしてお隣さんが今もこのことで因縁つけてくる。ああ。まあ、これが朝日がやった靖国問題だぜ。あと、例の政治画像テストのコメントが腰つべ、ニコニコどちらでもすごかったな。コメントしてくれた人で、思ってたより真ん中に寄ってた。ってコメントが多かったね。ああ、ただ、このテストも例によって過信と鵜呑みは禁物だぜ。自分で紹介しておいてそれかい。実旗のサイトでも診断やってみたんだ。そうなの？ああ、でも質問数も選択肢も少なくてな。とりあえずどんな結果だったの？敗北主義者。全然結果違うじゃない？まあ、この結果は診断中に予想がついたぜ。どうして？質問の中にな。戦争法案って言葉が使われてたからだ。知ってる人は知ってると思うが、これは主に共産党が使ってるレッテル貼りだぜ。正式名称じゃないの？そうだ、そして、このレッテル名称を使ってる診断だったから結果が簡単に想像できたぜ。戦争法案って名前使うってことは質問作った人の思想が。まあ、そういうことだ。このように診断自体にイデオロギーが入ってたりするから、結果の過信と鵜呑みは禁物だぜ。さて、コメント返しはこれぐらいにしようか。じゃあ、これで死ね。この後はサブチャンネルのこととかかな。まだやること決めてないんでしょ？そうだな。そもそも現状、ゆっくり、わっけんな状態にあるみたいだし。ということ、いろんな人たちが言ってたので、気になって調べたのだが、みんな、繰り返しの多いコンテンツ、として処罰されてるそうだ。前回もそんなこと言ってたわね。一応処罰されても復帰のチャンスはもらえるそうだが、その申請には1ヶ月以上待たされると聞いたな。その間に問題解決しなさいってこと？そこが問題なんだよ。あん？処罰を受けた人を苦しめてるのが、その、問題点。がわからないことなんだぜ。なんでわからないの？それは具体的にどこが問題だったのか教えてくれないからだ。ちょ、問題点教えてくれないと改善しようがないじゃない。ああ、だからゆっくり、追っかってる人たちに困惑が広がってるんだ。当然、問題点がわからないから改善できず、復帰申請も通らない。そしてまた1ヶ月。ああ、ゆっくり界隈はそんな扱いを受けてるんだぜ。だから、いつこのチャンネルも目をつけられるかわからない。そのためのサブチャンネル
ああ、向こうがそういう対応をするならこっちも相応の対策取らないといけないからな。じゃあ、このチャンネルやられたら、即、サブチャンネルに切り替える。そしてサブチャンネルのサブチャンネルを作って次の処罰に備える。いたちごっこ、そうでもしないとほんと危険だからな。一応言っておくと、一人でいくつものサブチャンネルの開設は認められてるぜ。大物 YouTuber はみんなこうやってるからな。具体的な問題点教えてくれない以上、そうやって対策するしかないかもね。ああ。まあ、そういうわけで、何かあった時用のサブチャンネルもよろしくな。さて、あんまり長々やってるとまた40分になってしまう。今年の抱負完全にどっか行ったわね。お前が環境で対応しろって言ったんだろ。って、そんなことより締めの挨拶だ。今回もご視聴、ありがとうございました。